はい、皆さんこんにちは、ボディメイクトレーナーの中塚ゆかりです。今日も一緒にトレーニングしていきましょう。今日のテーマは腹筋です。よくね、今流行りでやっていますけれども、私くらいの年齢になるとあんまりね、若い人と同じ腹筋運動とかはきついですので、手首とか、腰に負担がない状態の、腹筋をご紹介します。手を肩の下についてください。足を伸ばします。この状態でお腹をグッと締めてください。そしてふーと大きく息を吐きます。吐くことでお腹がへこんでいきますので、今度は引っ込んだままお腹を止めて少し上に持ち上げてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、一回膝をつけます。どうしても手首が弱くなっていきますので、最初はこのくらいから始めていただいて、あまり手首に負担が来るとお仕事とかにも差し支えてしまいます。やったら少しほぐしていただいて、だんだん慣れてきたら、これから紹介するトレーニングに変えていってください。じゃあもう少し応用いきますね。では次は、今手首でしたけど肘をつけてください。肘の上に肩が来るようにします。この位置がすごく大事なので、最初にきちんと肩の下に来るようにします。では、ね、力抜いてもらっていいです。足伸ばしますね。そしてお腹をぐっと引き上げてください。ここはもうピアノ弾けるくらい緩めていただいていいですから、お腹をぐっと引き上げて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で最初10くらいでお膝をつけてください。今ちょっと服に着てると分かりづらいんですけど、体まっすぐなんですけど、お腹をキュッと上に、下から上に持ち上げています。エビまでいかないんですけど、ちっちゃなエビって感じ。少しお腹をグッと締めてますので、腹筋っていうのはここを縮めて上に持ち上げるのと重力で戦っていますので、重力に対してグッと引き上げることでお腹が締まっていきます。もう一回やってみますよ。はい、行きますね。お腹をぐっと締めて1、2、3、4、5。この時に、ね、首にぐっと力が入っちゃう方がいらっしゃるので、首には力を入れずお腹です。慣れてきたら水平に移動します。1、2、3、上下にこう動かずに水平です。頭の方から1、2、これは手で動かしていただくとお腹ですか。お腹でやってください。はい、これ終わったら、伸びてください。そして手をついて、お尻から伸びますよ。ぎゅーっと伸びて、手を前に雑巾をかけるようにしてもらうと、しっかり伸びていきます。息を吐いて、ゆっくり戻ってきてください。1分でお腹のトレーニングができますので、毎日1分頑張って続けてみてください。そして体幹がぐっと締まったいい体になることで、スタイルも良くなるし、いろんなことをするときに力が入る体になります。そして腰痛予防にもなりますので、ぜひ1日1分頑張ってトレーニングしてみてください。